オートバイの、メンテナンスっていうのは女子にとってはなかなかそのハードルの高いところがあるみたいでですね、これは不思議なもんで、なんかこう機械いじりとかなんとかっていうのはやっぱ男の方が得意なんですね。ね、要塞できる男が少ないっていうのもまああるやろうし、まあ男と女の、ね、得意分野の違いもあるでしょうけれども、まあでもね、オイル交換ぐらいっていうのは、まあ、なかなか自分の愛車のオイル交換ぐらいできるっていうのはちょっとね、女の子としてもかっちょいいことなんじゃないかと思いましてね。で、ちょうどジクサー150のオイル交換時期も迫ってましたし、もうオイル交換せなあかん時になってましたので、じゃあもう一緒に行ってみようかということで、オイル交換、桃子嬢が初挑戦したっていう記録を、取っておきました。今度ね、次回ね、自分でオイル交換する時にはこの動画見てですね、あの時はああやったこうやったとか思いながら、自分でできるようになったらですね、だからこれからも役に立つ動画になったんではないでしょうか。ほとんど俺がやってますけれども、この子のね、実の母親っていうのはジスペ KR7 班を転がしてたような人でね、自分でカーカーの、ね、マフラーを、ね、仕入れてきてね、自分でその4気筒マフラーを交換したりしてね、ある時ね、急に爆音ジスペ KR7 班になったっていうのはね、そんなそこまで自分で何でもかんでもするような人やったんですけど、文句上は一般的女子と似たような感じで、いまいち、ネジやレンチや、ね、力のかけ具合分かってなさそうな感じでしたけれども、まあなんとか頑張ったんじゃないでしょうか。ほとんど、僕がやってますけれども、一応記録を残しておきましたので、ここに YouTube にアップロードしておくことにいたしましょう。あんまり役に立たないかもしれない。サイズはいくらですかね。知らん。サイズはだいたい書いてあります14よ。ミリ。14ミリ。14ミリのやつを、この、なんか曲がってる。まあいいんですよ。これは T レンチっていうやつですね。これがないときはね、こんなね、やつ。あ、取れた。で、片方しか回れへんね。ちょっとやってみるか。硬くて緩まない場合はこいつを、いや、そうそうそう、ここは遠く思っても持つほど恐ろしい力が加わるというね。これもすごいな。まあ、つまりどんなに力なしでもボルトを緩めることができるってことだよね。押さえつけてなん結構と使か、うと、まあ、つまこれり買おうなんかよな、家に。そうですね。もうこの辺のところセットで売ってますのでね、このやつを買ったらいいんじゃないでしょうか。まあ、とりあえず14を。タケコプターの14。タケコプターなかなか売ってないね。あ、そうなん。昔はね、100均でこれ売っとってんけどね、もう最近これ売ってないのでね、飛ばないね、そしてね。頭のネジをお前締めといたらこう。とにかく作業開始しよう。暑いから。で、あ、じゃあこれだけってこと？本来はな。だからバカ力のあるやつはもうこれ1個でいけるわけよ。ゴリラタイプの人はこれだけ。これだけでいけるいける。普通のな、通常の男やったらそれでポーンといけるよ。そうやねん。そうやねん。これだけでええねん。の。14だけ。ただネジがな、こんなとこにあってカウルがあるから、力入れにくいな。だからこういう、この、短いやつやと、ちょっと入らないんで、ここを伸ばしたい。ボルトがちょっと奥の方に入ってるから。だからまあ、こんな感じで伸ばしたら、ボルトに届くと。これなんか、元からこんだけ長いからね。で、用意するのはつまり14だけやな。ほん最で、低。そうそうそう、最低。ほんで、こいつをちょっと、ドンキホーテ。ドンキホーテの袋ではなく、袋が重要ってことだから。違います。これ中のこれシュレッダーのカスですけどね、これはシュレッダーの、これ会社から大量に持って帰ってきたというね、やつなんです。パーンって言っていい？これ御堂筋、それはやるときは御堂筋に、なんか凱旋パーティー、凱旋、その車が来たときに、ビルの窓からみんながこれパーってやるというね。日本ではそういう文化はナッシング。これオイなル、人は新聞紙。一生懸命新聞紙砕いてください。
あるいは、条例とかね、その他でオイルを捨てるのは禁止されているところは、これはもう諦めて、何らかの方策を取ってくださいということで。ではこれを左手に持って、うんうん、タヒコプターを右手に持って、ああいけるね。あ、これはどう見てもオイル交換しに行くやつの仕事ですね、これね。やる気出てきた。できましたね。じゃあとりあえずジクサー150の、ジクサー 150SF のオイル交換に行ってみよう。うん、ここはいらんね。熱いよ。めちゃめちゃ熱いよ。上手に動かすようになったな。これがオイル入れるところ。これがオイルの点検窓。見えないけど。で、あまりにも汚すぎてな。こっちが点検窓。入ってるやろ。うん、で、オイルを、抜くところがあるから。これも映るかな。これや。見えるかな。うん、分かった。これを、うん、ちょうど下。オッケー。回していけばいい？どうして？オイルが柔らかくなった方がオイルが抜けやすい。ああ、熱いから。こんだけ熱かったら別に当たるんだ。オイルを温めているそう。冬はやった方がいいんやな。絶対やった方がいい。こんだけ暑いからいけるんちゃう？超暑いからな。ただでさえガス欠気味ないから。よし、どん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 。え？全部でも汚れる。ゴム手袋をしてる人にやってもらっていいですか？お前は。よし、ではものすごい手袋で、なら、ちょっと今ついて、チョボのところをくるくる手で回すね。待ってない。そろそろここ。じゃん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 。このチョボ、チョボ来てないの。黒色はもう汚いってこと？もうあかん。話にならん。透明ななんかあるよな、ね、茶色みたいなのがいいの？うわー、汚い。きつい。ドレンボールも、ボルトも押しちゃってください。こんな可愛らしい感じ。じゃあオイルの紹介お願いします。オイルの紹介は、これここ映してください、はい。この下に850ミリ。あ、850ミリ入れないね。うん、でも今出たのは分かりません。分かりませんのでね。850ミリしか入れんねや、うん、ってことは1リットル放っても余るっちゅうことやな。そういうことです。知らんかった。850ミリね。だいたい1リットル売りなん。まあ、大体1リットル946ミリリットル。知らんやった。850です。ええの。850でさ1リットル入れたらあかんの？いやー、うん、めんどくさいから。入れすぎるとね、抵抗になるんでね。あ、そうなんや。いや、そら知らんかったな。850。ちょっと反則ですけど、うん、一瞬エンジンかけて。ちょっと待って、離れるわ。うん、おい、飛び散りますので。絶対やらないでくださいね。あ、ここちょっと、ここをね、緩めとくと抜けやすかったんですよ。ああ、上を？うん、空気ね、入るので。オイルなし状態。あ、ちょっと出た。出たやろ。わあ、出てる出てる、はみ出てる。じゃあ押してください。
出てる？あんま出てないです。あんま出てない。うん、コツがあるから。反対にしてやると全然。お、出た。ゼロ。パターンなんですこれ、なぜか。ここまでして出すん必要があるん？俺は好きやね。出てる？出てる出てる。すごい出てる。ほんま？うん、出てる。あ、ポタポタ鳴った。ポタポタ鳴った。うん。フロントブレーキを揺すってもやろうか。火も出てきたし。暑いわ。限界から。うん。よくあるのがこのボルトを締めんと。うん。垂れ流し。うん。ようあるんです。ここでな。これ手で回せるとこまでしっかり。で、T で開けた止まった、そこで、うん、クッとクッ、もうちょっと違う、クックッ、お前の服は弱、ちょっと弱そうやな、うん、うん、切った、うん、まあこんでいいわ、あんまり締めすぎるとね、うん、取れなくなるので、これは締めすぎない、はい、三角定規みたいないるんちゃう、あ、取りに行こう、あるん、ある、どこがフル、 F、 あ、これか、ロア、ロ、これフル、うっ、うわぁ、ちょっと待ってくださいよ、もうちょっと行こうか、もうちょっと行けます、うん、どう、うん、まだいける、もうちょっと、よし、OK、よし、これで入ってやろう、ほんまやな、え、ほんまにあともうちょっとやねんけどな、え、残ってんのは、うん、あ、でもそれは置いときましょう、分かった、うん、というわけで、これでいい、うん、できましたので、うん、うわっ、では閉じてください、でこれもで、ちょっと見たかな、してないけど、よし、じゃあそれ閉じよう、キュッと締めた、よし、 OK、 これで完成ということで、あと、油もんとか全部しまおう、これ地獄もしたって、これね、全部オイル関係のもんが入ってますので、ポイポイで OK、 地獄ボックス封印、うん、封印、で、ゴミは置いとこう、外に、お疲れ、暑かったやろ、しかし、あの手順は大体分かった、うん、大体流れ的なやつは、うん、分かった分かった、ここが綺麗になったな、窓が、うん、窓が綺麗になったやろ、窓が汚くなったら帰る、そういうこと、窓が、よ、そうや、よ、要はここに見て窓が汚くなったら帰ったらいいね、もう今もう透明になったやろ、これで OK 状態やで、あ、夏にやろう、冬もやらんもん、やるもんじゃないねんけどな、じゃあやらんか、だけどオイル交換は楽しいで、実はオイル交換した瞬間にあのエンジン軽やかになんねん、エンジンかけてみ、ここ暑いへん、大丈夫や、多少するけどな、どう、あ、分からない、あ、分からない、うん、ほんなら、じゃあちょっととりあえずジクサちゃんを家に、うん、犬小屋に、ジク小屋に、よし、勢いが足らん、勢いが、よし、はあ、はあ、慣れたもんやね、今から何せんたっけな、お茶飲む、あー、そっか、あっつ、オイル交換したらすっごい、あの単車にとっていいことしたような 気持ちになって、うん、めっちゃ気持ちいいもんやで、ね、
俺はオイル交換大好き、もう君もオイル交換大好きになっていただきたい、しかし今日の感想は暑い、暑かった、問題があったらそれに関しては、まあでもジクさんは非常にあの軽やかに、さらに軽やかに滑らかに走るようになることは、これはもう確実ですんでね、うん、えだけど、まあ、ジクさん150、うん、メンテナンスをして第1回目メンテナンスはオイル交換やな、シリーズ化しな、シリーズ化しよう、でどん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 あの最強マシンに近づけていこう、うん、第1弾はあのキャリアをね、つけたっていうのが第1弾やん、第2弾やね、キャリア使ってないけどな、箱をつけなかったな、箱いらん、いつかハッと気が付いたら朝出勤するときに箱が勝手についてるという状態にいつかしてやるんだけどね、その時諦めてその箱、その箱に絶対取れへんよ、もう超直列ボルト止めや、インド締め、インド締めや、インドの山奥やで、あの2人は303本なんやで、で箱がついて、お前が大文句言うわけ、うん、なんちゅうことしてくれたんやと、このかっちょいそのジクサーのフォルムをシルエットを崩して、うん、お前は最低だと、デコロかな、あ箱、うん、クマ、クマ、クマ、うん、クマさん、うん、ルトリラックスクマみたいな、うん、だから、うん、あとはダレダレパンダ、リラックス、ここに耳つけて、うん、こう箱の開くところを口にすんねん、うんうんうん、でパカッてあげたら、うん、あーんってしてるようにする、あーで食べさすねん、だから結局、うん、タキホブターと、うん、新聞と、うん、シュレッダーのやつと、うん、三角定規もいるってことやろ、三角定規、でもあの三角定規は別に脳でも、オイルをオイルの缶から慎重にザーッと直で入れれば、まあ、済むことやね、うん。あれはちょっとなんかこう慣れてるやつっていうふうに見せかけるために使ってるやつだけで、俺がその若かりし頃どうやってやってたかちょっと、あんなの絶対やってないよね。そうなの？ピュ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 、ガーって入れて、ちょっとくらいこぼれても、あー、うわーって、やめとけよ、ちょっと見とけよとか言いながらバーって入れて、それで終わり。じゃあいいんか。いけると思う。あったら便利だよって言ってた、そう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 、まあ、100均やってるけどな、うん、なんかこの人やってるんちゃうか、さすがだねみたいな、うん、見せかけようとしただけで、実際は、缶開けてバーッと入れりゃいいんですよ、入りゃいいんです、で俺が昔やってたのは、はがきあるやんか、はがきとか紙とかをくる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 と丸めて、あそこの中にズボーンと突っ込んで、あるから、なんか見たことあるですね、ある、俺やってたかもしれんな、やってたぜ絶対、あそれ見たことある、うん、幼き頃お前、うん、やってたはずやでよ、俺そうやってそこらにある紙をくるくると巻いてな、そんなほんでそこでガーッと入れてたよ、うん、まあ結局それでいいっちゅうことやね、うん、入りゃいいんだよ、そう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 、うん、オイル入ってりゃいいね、ほんでその何あの 50cc とかその 100cc ぐらいのその、あの、なんつうの、量の、うん、量の多い少ない、うん、大した関係ない、うんうん、じゃあ900ml入ってしよう、ほんだ901ミリ入った、あ、終わった終わった、うん、はい1ミリで終わり、はいエンジン終わりました、はいお前のエンジン終わり、なぜか851入ったからで、そういうそういうあの神経質のやつは連れてきてください、うん、お前あのもっと楽になれよと、うん、あ、なんか、うん、スムーズにいった気がした、なんかシフトチェンジとかがさ、いやそれマジで言ってる、それなんかそのあの営業トークじゃなくて、うん、うん、あとなんとかプラシーボ効果とかじゃない、マジで軽やかになった気がした、うん、ステマじゃなくて、ステマじゃない、うん、コストコイルに変えて、うん、あの何何でチェンジが軽やか、なんかつな、うん、ぐのが、うん、軽やかやった気がする、あ、スコスコスコと、うんうん、うん、11リットル入った、はあ、はあ、名前やった、1386円、リッター何倍や、127円、うん、よかったな、あー、ほんでメーターゼロに戻してない、戻したでも前のがずれてるから前の燃費は分かれへん、あー、そうか、ほんなら分かるな、分かるやんな、うん、次測るわ、うん、次測りや、多分お前のあの運転やったら多分リッター47とかいってると思うわ、まだ未だに、あと水餃子と、うん、
ミシュランハイドロジワイパー12サイズの割引券をもらったんやな、うんうん、ワイパーはいいけど水餃子は食いたいな、うんうん、寝とるじゃないか。ところでお前あの連日あの週末お出かけしたけど、この前あのめっちゃ帰ってくるの遅い時はあれ何行ってたん？お前淀川花火、淀川花火行ったん、うん、淀川花火大したことなかったやろ、うん、そう、うん、どんな感じやったんかな、うん、こバラバラ、うん。